今はそうは言ってられない。太るからどうしようもない。太るとやっぱりどうしようもない。うん、どうしようもない。何この始まり方。さあ、というわけで何これマジ初めてだね。すごいね、この始まり。ミッドナイト TV というのも、はい、まあ今日メインでちょうど公開され、やっと公開されました、はい、ジムの、ね、おスルガジムにすする改造計画がついに始まりました、はい、ありがとうございます。あざっす。まあこれがあれの試練ですね。あ、そうね、三重のあれにつながるんですね。まあ公開は今日ですけど、すでに1週間前くらいから行ってんのかな。そうだね、ジム自体はもう1週間近く行ってますね。行ってます。はい、ということで週2回ジム行って、あとは自分で糖質制限をするっていう。なるほど。自己管理を。そうだね、自己管理を徹底しようという感じです。なるほどね、はい、こうちゃんと、こうちゃんどう？こうちゃんって呼んでんの？一個呼んだことないんだけど。こうちゃんどう？いや、かなり優しい部類らしいよ、そのトレーナーの中では。あ、そうなの？でももっとやばい、厳しい人がいるらしい。どうでしたか？いや、まあ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 。実際どうでしたか？でも1ヶ月でその4キロ痩せれるってなるとちょっと。そうですね。テンション上がるよね。本当にいけます？いけます。あ、おぉ。ラーメンを食べながらでもいけるっていう。いけます。みんなもそのラーメン以外のこれ食ったら怒るよみたいな。引っ張るよ、そんな。大体分かれる、自分で。いや、まあ、ご飯を控えろっていうのは分かるんですけど。はい、はい。例えばですけど、はい、まあ、焼肉とかは大丈夫なんですか？焼肉とかも大丈夫です。おぉ。ただ食べ方次第なんですよ、焼肉も。そんな焼肉食うの？焼肉多いんだよね。あ、そうなの？そうなんだ。結構多い。知らない。飲み会とかで。飲み会多いわ。そうなんだ。まあ、ものにもよるんですが、お肉の脂って体に溜まりやすいんですよ。脂って分解されやすいもの、そうじゃないものがあるんで。寿司とかはアウトですか？寿司アウトです。シャリを見てみろ、お前。だからでも、油も取った方がいいんですよ、魚の場合は。魚は取ってもいいんです。そうです、肉と違って。肉と違って。はぁ、まあ、あとは、アーモンドとか。アーモンド、くるみとか。お、嫌い嫌い。ナッツ系嫌い。くるみ俺嫌いなんだ。嫁がダイエットって食ってんで。あ、食った、食った方がいいものですか、今言ったの。そうです、そうです、食べた方がいい。嫌い嫌い。あなた、その必要がないから、あなたは。すり痩せようになって何にもなくなるよ。あれを一回あたり、こう、手のひらサイズぐらい。ここです。あー、なるほど、確かに。ほら、報告をしてるんだよね。まあ、そう、俺毎日トレーナーにこれを今日食べましたみたいな動画も全部送ってるんですけど、で、なぜかそのグループにチャルもいるから必然的に見られることになるんだよね。監視してるんだよな。そうそう、それがめちゃくちゃ面白い。すするが今日食ったものが全部送られてくるんだけど。そう、ということはもちろん毎日ラーメンの画像は、毎日ラーメンも絶対送られてくる。そうで、多分一番最初に送った画像が、うん、でラーメンだったんだけど、うん、それに対して撮り方上手ですね。そうそう、褒めてまずさすが。やっぱ多分いろんな人のやってて、素人だってやっぱ違うんじゃない？適当にバッて上から撮ったりするのかな。絶対美味しそうに撮れようとしてるもん。人に送るものだから。撮り方上手ですねがちょっと面白い。トレーナーの人に対して飯手をしようとしてるの。そうだね、一瞬の引き込もうとしてるの。こっち側にね、こっち側に。あとやっぱ夜食食ってんだよ。おい、これは夜食って言わないから。いやいや、俺の中では。どんなの？昨日の23時くらいにアーモンドと鍋を食べました。何食ってんの？バカ野郎。全然もうこんなゼロカロリーじゃん。いや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 、で、鍋は野菜が取れてカロリーも抑えられていますので素晴らしいです。嘘つけ。嘘つけ。そうだろ。でも夜9時以降はできるだけ食事を避けていただきたいので、まあね、みたいなバーッと続けます。飴とムチね。ムチでもないけど、なんかこれでも確かにめちゃくちゃ優しいよね。でも優しい方だと思うよ。でも食ったら普通なんかね、我慢せえってなるよ。うん、我慢せえってなるんだけど、その次の日も、あと昨日の夜また空腹を抑えられず鍋を食べてしまう。抑え。これめっちゃ笑う。空腹を抑え。抑えって言ったらカロリーなくなると思ってる。いや、そう言ったら、報告したらカロリーゼロみたいなとこあるちゃうから。報告したその労力でカロリー。そこで鍋も我慢したらより減るからね。いや、俺がそれを経験してるからやっぱ。やっぱ夜抜く。夜抜いてんねんけど。もうやっぱ全く食わないの。全くなくしたら、お、700も減ったみたいなとかになるからね。ほんと？いや、ちょっとやっぱそれはね、できないのよ。あ、元がもう悪すぎて。そうだね、そこ元はじゃあこれ以上食ってたってこと？もうこんなん全然だからね。マジで。マジで。そうなんだ。本当に食ってたから、マジで、夜中に。あ、じゃあそこだね、やっぱり。夜中のせい。もうマック松屋とか。うわ、マックと松屋とか食ってたからね。うわ、行ってなかったけど、その二人と仕事をして帰ってからマックと松屋。うわ、やばくない？今考えたらやべえなと思う。うわ、ラーメン関係ないやつ。ラーメン関係ない。何何何。いやいや、痩せない。それを聞いただけで太ると思ってんの？その言霊で。ダメダメダメ。太る言霊。太る言霊って。カロリーボイス。カロリーボイス。連動力。PP10 ぐらいの。強いじゃん。10回とない、10回とない。命中率100で威力90ぐらい。体重分で威力変わるやつやろ。桁繰りじゃないですか。カロリーボイス。
そんなしてたん？そんなもん序の口ぐらい。やっぱラーメン以外だね。もうあるね、絶対。いや、もうマジで、ラーメン以外としか結構考えられない。だって今ラーメンだけにしてて、痩せていってんだよ。うん、まあ一応痩せてってるよね。だって1週間で結局1キロぐらい俺減ったからね。はい、マジすごいやつ。そうなんだ。だからラーメンを昼に1杯食って、食う分には別に。っていうのは別に大丈夫なんだけど、それ以外の食生活をやっぱ暴飲暴食してると、やっぱ危ないよって話で。そうやね。昼カレーでもだって多分太ってるもんな。まあそう、一緒だから。カロリー的なもの。夜に吉野家と。そうだね。あと良質な睡眠とかも言ってたね。言ってた、うん、そうやっぱ YouTuber っていう職業柄ちょっと難しいけど、そうだね、まあ、難しいな、うん、夜遅い、あ、そうそう、夜遅く食って、うん、すぐ寝たりすると、あ、飲みとかね、そう、付き合いとか、なるほど、うん、そう、最近は本当そのなんていうの、逆流性食道炎っぽい症状もなんか全然なくて、朝とかがすごいもう快適に起きる、寝る直前に食ってたのがよくないんだ、そう、やっぱそうだね、それがマジで多分良くなかったっぽくて、し、もちろん運動もしてるし、そうだね、運動の様子はまた後日多分、あ、そう、いろいろ流しますで、めっちゃ面白かった、俺一回取りに行ったんだけど、絶対変やもんだって、めちゃくちゃ面白かったよ、走り方も変やからね、そう、いろいろ我流でやってきたからさ、いろいろなことを、なんか変なんだよね、やっぱり、ぜひ見て笑ってやってください、やめときや、人のこと言われんかもしれない、チャルさんも、確かに、あ、チャルさんにちょっとしたダンス踊らそうと思ったらめっちゃ変やばそう。全然笑ってくださいって感じ。プロダンスの様子笑ってたけど、めちゃくちゃ変やからね、チャルさんも。いや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 。よく見たら。何してんのそれ。ポップダンスや。ポップダンスや。低周波当てられてるようにしか見えない。何がポップダンス。ポップダンスやんな。ポップダンス。衝撃やったな、でも。何がプロダンスがちゃうわ。そんな食ってたんやと思って。ああね。ああね。いや、反省すべきだなと思って、マジで。だって、1日にさ、3、4回とか Uber Eats 頼むとか結構やばいじゃん。やばい、やばい。やばい。値段がやばい。値段もやばかったけど。何してんのそれ。とか考えたら、まあ、だいぶマシじゃんじゃないかと。それは昨日は、パンちょっと、ラーメン半ライス。うん。夜は飲み会。あら。まあ、飲み会ももう、あれだからね。魚を中心に満腹にならない程度につまみました。と、お茶？ウーロンハイを2杯飲んでしまいました。ウーロン入ってるやん。これ2杯って言ってたけど、3杯飲んでしまいました。おい！おい！黒ちゃん出た！いや、まあ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 。おいおいおい、2杯、2杯半ぐらい。これは黒ちゃんだ。最後だ、最後だ。最後だ、まだ。これはダメだ。いや、まあでもほんとビールとか全く飲んでないからね。マジで。切り捨てでしょ。2杯半のないねん、そんなんもう。バレますよって言われたから、そう、最初。わかるらしいって言われた。食ってたら。こうちゃんにはもう見通しだから。こうちゃん何や、さっきから。こんな感じです。進んでいきますので、メインサブともに。まあそうですね。ちょくちょく報告していきますので、これからもじゃあ、頑張っててください。頑張ります。ちなみに俺はもう80キロ切ったからね。え、マジ？早っ。今日の朝 79.7 やったで。あら、おめでとう。もう3年迎えられる。イエーイ。すすり TV 3周年おめでとう。やったー。70キロ切らないと3周年迎えられないから。どういうことマジ？時止まる。どうなる？時は止まる。更新も止まるからね。だから。牛歩カードで。牛歩カード。ついな、あれカードも使えなくなるからな。もう一つやりてぇな、マジで。やりてぇ。ほんとに。お、チャルさんも測ってみようということで。すごい。はい、じゃあこの左右のグリップ取ってもらって、で腕下ろしたままで。腕下ろしたまま。はい。そのままでキープ。やった、鈴木もこれ。俺もやったよ。じゃあグリップ戻していただいて。筋肉量マイナスなんじゃない？マイナスってまだあるのか？なんだこの硬いレッグの。確かにレッグの硬い。なんで L レッグは多いけど R レッグ少なくて上はなんかバランスが。本当だ。L レッグがこことここだよ。ピッチャーってことあなたは。そうだったの。ピッチャーはバランスええやろ多分絶対。体幹大事やからね。起きた。カラコピー。軽っ。体脂肪率がもう半分。本当だ。脂肪量。脂肪量やっぱ違うな。脂肪量やばいね。やっぱ違うね。全体的にジャルさんどうなんですかこれ。ジャルさん。飛行機から。軽すぎる飛行機。基礎代謝も高いし、内臓脂肪レベルも低いし。言うことなし。かなり健康体な体。ええ。別に筋肉少ないとかでもないですか別に。まあ欲を言えば筋肉もうちょっとつけた方がいいかなぐらいですね。見て見てバランス。でもやっぱ右寄りチャルさんこうなんかあのそうやったっての多いそれそれ透かしたやつね透かしたやつ朝礼で透かしてる朝礼で透かしてるやついるなそれ僕はじゃあフィールボディ卒業ということでそれは早っ早かったです入ってもしてないしてないあらあやりたいやりたい多分あんますすると変わらんと思う今日痩せてない腕下ろした痩せてるか今日痩せてないちょっとなんかすごいね。わ仕上げてきてんだ今日のためにマジかそんなする
するか。違うだろ、照準合わせるとこ。はい、オッケー。最近筋トレしてるから俺。ええー、うわマジかよ。って言ってめっちゃいくかとする脂肪量がキャプテンアメリカ見ながら、なるほど、ね、筋肉的な映画を見ながら筋トレしてるから。ジャッキーチェンとか視覚からね。ジャッキーチェンいいな、確かに。こうなりたい。長い椅子で戦ったりしてるから家で一人でそれなんとトレーニングジャッキーになろうって人の上着バッてやる動きとか頑張ってるからどこをトレーニングしてるの。2人一緒じゃん、マジで。え、結構近いとこあるの。脂肪が少なくて筋肉がちょっと多いって。うわ、いいじゃん、それは。これをこうなりたいってことですか、すずるが。ちょっとちょっとずつ、そうです、こっち寄りになっていきたいってこと。おお、なるほど。まあ寄りだけどね、そんな変わんないよね。でも、まあまあまあ、でも肥満ではあるけどね。うん、追いつけ追い越せみたいなところになっていくかもしれないね。ね、なるほど。何やその俺